っと待って待って、もうレベルがもうわかんねえよ、これ。テキトチャンネル。よっ、テキトです。今回は、ペットシミュレーター X というゲームで遊んでいこう。で、前にペットシミュレーターっていうゲームをやったんですけど、今回、ペットシミュレーター X がついてるゲームを見つけたんで、多分こっちの方がすげえんじゃないかなと思っております。では、やっていきましょう。おっ、ピックユアペット。これは前と同じだね。猫ちゃん、犬ちゃん、ウサギちゃん。あれ？前ウサギちゃんいたっけ？なんか猫と犬はいた気がするけど、ウサギはいなかった気がするな。じゃあウサギちゃんにするか、可愛いし。ピック。あ、名前は付けようだって。じゃあウサギなんでテキピョンで。いけるよな。ダメか？お、いけた！これ前回ね、全然名前付けられなかったんだよ。お！あ、でも意外と前やったペットシミュレーターに似てるけど、ちょっと違うね。このコインを集めさせるのかな。さあ、コインを食いたまえ。あー、やっぱおえ、よえな。うわ、なんかやべえおっさん来た。おっさんなのか、俺は。誰ですか？ビップ？やばい、お偉いさんだった。なんだこいつ。うわ、めっちゃペット持ってる。いいな。強いのかな、この人。まあ、最初はね、このテキピョンと一緒に、お金を集めていこう。うわ、500。ちょっと500はきついな。まずは、ちょっと、諦めろ。無理だから。無理だから一回諦めて、これ。この60いこうか。あ、かわいい。めっちゃ食べてる。見て、めっちゃかわいくない？で、ちなみにこのゲーム、めちゃくちゃ人気で、今、リアルタイムで、17万人ぐらいやってます。やばくない？ロブロックスって何万個もゲームがあるんだけど、その中の一つのゲームなのに、10万人以上やってるってやばくない？さあ、これ他になんか、あー、まだペット1匹しかいないんだ。で、ペット、の他にもなんか装備とかいろいろあるのかな。まあまずは最初のね、この 60HP のやつをまあ食べさせて育てていこうか。あ、ダイヤ。これダイヤって何に使うんだろう。ガチャとか回せるのかな。まあとにかく前と同じようにこうコインを貯めてどんどん先に進んでいくっていうゲーム。あ、待って、ダイヤある。いや、これダイヤ多分ね、俺 HP 予想していい？15000。どうだ。ビュアー、意外といける。これ意外といけるな。これダイヤ何個ぐらいもらえるんだろう。ちょっとやってみようか。なんかさっきからトレード交換を申し込まれるんだけど、俺ペット1匹しかいねえんだ。俺まだこのテキピョンをね、さすがに手放すわけにはいかねえんだ。まだ交換待ってくれ。さっきからね、もう20回ぐらいトレード来てんだけど、あの、勘弁してください。勘弁してください、本当に。さあ、今んところこのゲームの何が人気か全然わかんねえぞ。すげえ、なんかダイヤが688になってんだけど。これさ、ダイヤをコインに変換とかできないのかな。できなそうだね。あ、あと30。これ全部壊したらめちゃくちゃもらえるんじゃない。さあ来い。12、18、6、4、2、0。おお、え、953ダイヤもらった。でも未だにダイヤの使い道わかりません。今回はせめて3個ぐらい先のステージ行きたいからな。今回最悪ね、コインとかたまんなかったら、課金します。私はその覚悟できている。これ、あ、300コインでガチャ回せる。なんで全部割れてんだ。俺新品が欲しい。新品が欲しいんだけど、割れてるなんか粗悪品売らないでくれます。わ、なんかすごいガチャがある。これはまだまだ先なんだろうな。じゃあもう黙って金稼ぐか。ダイヤ結局何に使うんだろう、これ。あ、待って、この人、テキトさん、この人視聴者だ。確かね、この人に前のペットシミュレーターでめちゃくちゃ強いペットをもらったんだよ。俺もやばくないこれ。絶対強いでしょ、このペットたち。いや、でもね、ちょっと交換、闇の力、強い人からペットをもらうっていう闇の力を使いたいんだけど、まだね、俺テキピョンしかいねえから、ちょっとね、ペット新しく取れるまで待ってくれ。そしてペットを手に入れたら速攻このパパパンパンさんと交換してもらおう。やばい、俺ね、パソコンのバグで日本語打てないんだよね。だから日本語が通じねえ。へって言われてる。日本語打てないってローマ字で打ってるんだけど。へ。日本語通じてくれ。いや、日本語じゃねえんだけど、ローマ字なんだけど、これ日本語で打ってるから、なんとか解読してくんねえから。来た、300コイン貯まったから、これでガチャ回せるぞ。さあ、これで俺の新しい相棒が手に入るってわけだな。そしてこの相棒が手に入ったら、強い人と交換できないかな。ちょっとね、これ大変なんだよね。めっちゃ時間かかるから。よし、じゃあガチャ回して、レアなペット来い！さあ、頼む！さあ、普通の白い卵から、お！
猫か。あ、でも可愛いじゃん。あ、めっちゃ可愛い。顔普通に可愛くない？なんか前回のペットシミュレーターより、なんか見た目がすごいキュートになってるね。さあ、あ、強い人これ交換してくんねえかな。ちょっとこれ一回さ、これ交換申し込んでみていい？トレードトレード。トレードで、パパパンパン。この人強そうだから、ちょっと強いペットもらえねえかな。あ、交換できる。ちょっと待って。これで、キャット。キャットあげるわ、これ。俺のレベル3のキャット。やった。いいんすか？いいんですか？レベル3の猫と849レベルのなんかよくわかんねえアザラシみたいなやつ。やったやこれがゲーム実況者の力だ。いや、マジでありがとうございます。これでさ、どんぐらい強くなるかちょっと調べてみたいね。さあ、これを装備して。わー、もうやばい。もうテキピョンが霞んで見えるわ。もうゴールデンアザラシも。じゃあ一回やってみましょうか。はい。あー、やばい。あ、でもそんな強くないかも。いや、早いな、でも。普通に早いな。ちょっとこの、大金、この段ボールに入った大金やってみようか。はい。さあ、これをどのくらいのスピード、おいおい、嘘だろ、お嘘だろ、これもう、一瞬で1万コインいくぞ。さあ、2600コイン、3000コイン。さあ、これ1万コインいって、次のステージ行こう。次のステージでも、この、金ピカの子が、通用するのかっていうのが気になるね。いや、これは強すぎる。これは。これ大丈夫かな？これ動画見てる人面白いのかな？これを見て。こんななんか視聴者から、こじきみたいにペットもらって、無双する動画楽しいか、これ。いやー、やっぱ持つべきものは視聴者だよね。あ、なんかプレゼントボックスある。これは絶対強い。なんかでけえ宝箱。なにこれ？うわ、500件！これいけるか？よし、ちょっと、パパパンさん、一緒にやろう。え、これ俺一人でいけるかな？お、ランクアップした。スターター。なんか、初心者みたいな感じかな。だんだんランクが上がっていくんだ。いろんなボックスを開けていったり、コインをこう集めていくと。なるほど。じゃあもうこのパパパンさんは、達人みたいなとこまで行ってんのかな？おぉ！ 17000 コインいってる。このでかいボックスを開けている間に。じゃあ、これを開けてる間にちょっと、この次のステージ解放しますか。さあ、解放！おぉ！ちょっと、緑が明るくなった。これは進歩。さあ、これいくらもらえる？あ、そんなに？あ、そんなにでした。あ、でも1万コインぐらいもらったね。さあ、これでちょっとガチャ回しに行っていいか。さらなるね、ちょっと強いペットを視聴者から取り上げたいんで新しいペットを取りに行こうかな。あ、よく見たら新しいペットの卵が解放されてるぞ。4500コイン、12000コイン。この12000コインのやつは回せるな。ちょっと12000のコインのやつ、開けてみていいか。さあ、強いの来い。虎が一番 2% で確率が低いね。さあ、虎来い。俺の豪運、YouTube、ゲーム実況者、ちょ、言えてなかったな。言えてない時点で多分出てなかったんだろうな。お、なんか、交換来たぞ。じゃあ、俺のレベル1の、俺のレベル1のテキピョン。俺の思い出のペットあげるよ。ふざけんなよ、お前いらねえよ。これなら俺のレベル1のペット、テキピョンの方が大切だわ。まったくよ。あげないからな。いや、でも新しいペット、リスちゃん手に入れたね。じゃ、次ちょっと1000コイン。え、待って。0.23% のペットいるぞ。これはちょっと当てたいな。さあ、頼む。どれが来る？かわいい。え、また 8% じゃん。え、結構レアじゃね、こいつ。よし、交換に出そう。さあ、次のステージ来たけど、なんかね、新しいシステムみたいのがあるんだよね。アップグレーズ。アップグレードってなんだ？ここに来ると？ん？あ、ここでダイヤを使うんだ。今1300ダイヤ持ってるから、プレイヤースピード。あ、スピードアップだって。じゃあちょっとどんぐらい変わるか今覚えておこう。このくらいのスピードが、じゃあ、アップグレードします。ほい。さあ、あ、ちょっと本当に気持ち本当に気持ちスピード上がってるって感じかな。さあ、またパパパンさんに終わってやっておい、レベルが違うやつ来たぞ。じゃあ、ちょっと俺のさっき出たリスちゃんあげよう。これ本当に公開してくれんの？150万レベなんだけど。150万レベって、150万レベって何？ねえ、このリスちゃん小指で潰されるでしょ。え、マジで言ってる？この人強すぎだろ。さあ、交換中。え、これ本当に交換できるのかな。
え、マジでいいんすか？え、どれだっけ？え、どれ？今もらったやつ。これか。さあ、装備した。浮いてる。待って。浮いてるんだけど。めっちゃかっこいい。見えない。めっちゃかっこいいんだけど、こいつ。いや、もうお前が今日からテピキョン、テピキョン、テキピョンだ。さあ、どんぐらい強いのか。実力を見せてもらおう。なんならもうこいつだけでいいんじゃないか。一回この150万レベルのやつだけを使ってみよう。さあ、これ一瞬でしょ。ちょっと待って、ダイヤが7300になったんだけど。おいおいおい、おやべえよ、どうしよう。もうインフレが止まんねえ。何これ、え、なんか自動販売機みたいなの出てきた。これ 80K、 これ一瞬でしょ。やーば。これで一回どんぐらい強くなれるかちょっと見てみようか。3K3000 か。モアストレ、ん？ストレージ、これはペットの持てる数が増えるってやつだね。これは重要。そしてプレイヤースピードをちょっと上げてこう。よし、これでどんぐらい速くなった。おお、でも結構、あ、これはだいぶ速くなってる。さあ、これでどんどん集めていこう。ダイヤも欲しいね。さあ、これダイヤどんぐらいもらえる。はい、 2K で、はい。いや、あんまもらえねえな。よし、宝箱。いや、強すぎる。強すぎるな、これ。で、かわいい。この猫めっちゃかわいいんだけど。ちょっと待って、いつの間にか75万コイン持ってたから、ちょっと行くわ。このエリアを解放するのに7万5000必要なんだけど、もう俺75万、10倍持ってんだわ。さあ、次のステージ解放。お、めっちゃオシャンティーなとこ来た。これも、あ、お金なんだこれ。でもどんどんステージを進むごとに、そのもらえるお金とかもどんどん増えていくだろうから、どんどん進んでいくのがいいね。お、今度はなんだ？フュージュペッツ。フューズペッツ。なんだこれ？なんか合体させんのかな？ん？何これ？あ、ペット3匹選ばなきゃいけないんだ。でも何が起きるかわかんない。合成かな？なんか3匹を混ぜたら1匹の新しいペットになるって感じかな。まあ、進めるだけ進んだ方がいいよね。さあ、どんどん進んでいこう。すげえ、もう4つ目のステージかな。いや、マジ、視聴者ありがとう。俺は視聴者に支えられてます。いつも皆さん、ありがとう。そして、グッドボタン、よろしく。いや、これめっちゃ強えな。次は、あ、125万コインか。ここでだいぶ必要なコインが上がるね。うわ、いや、強すぎ？お、ここはなんだ？メイクレインボーペッツ。おいおい、レインボーペット。虹色のペットが作れるってか。え、これさ、もし合成に失敗したら虹色じゃなくなってペットもなくなっちゃうってことかな。一回この849レベルのやつで試してみようか。はい。さあ、 13% の確率で虹色のペットになる。さあ、頼む。さあ、来い。 13%。 え、成功したって。え、ちょっと待って。おい、本当に虹色になってる。すっ、ゲーミングペットになってる。やった、すごくない？これ普通に 13% 引いたんだけど、やば。え、このさ、金のペットも虹色にしたいな。このプレストンも虹にしたいわ。さあ、191万コインになったんで、次のステージも進んでいこう。これどんぐらいステージあるんだろうね。ただこのゲームめちゃくちゃ人気だから、本当に100ステージとかある可能性もあるよね。お、なんか家がある。今回は新しいなんか要素とかはないのかな、合成とか。じゃあどんどんまた進みたい。500万コインか。まあまあまあ、いける。よし、今550万コイン必要なとこにいるんだけど、私今717万コイン持ってます。いや、もう大富豪だわ。これ現実で欲しいわ。700万円ください。うわ、すげえ、なんかめっちゃかっこいいとこ来た。この真ん中の氷も開けられんのかな。あ、これはただの置物か。お、すげえ登れる。こんな登れる必要あるか。え、待って、 7.5B 7.5B っていくつだ。7億コインぐらい。なんか別のコインっぽいね。こっちが普通のコインで、なんだこれ。うわー、これいけるのかな。あー、持ってない。ファンタジーコインっていうのが必要だって。ってことは古代のコインってことかな。いやー、これはね、やっぱり最初は視聴者さんに頼ったけど、最終的にもうそのさっき最強のペットをもらった視聴者さんよりも強くなるっていうのもありかもしんないね。やっぱり私大人なんで、課金という力が使えるんですよ。課金すれば多分一気に強くなれるんじゃないかな。まあ、今回は無課金でできる限り頑張って、もし次続編を出す時があったら課金
バンバンしていこうかなと思っています。なんでチャンネル登録忘れずに。じゃあコイン邪魔く、よし。さあ、お、もう卵が全種類、あ、でも後ろの方にもあるのか、まだアンロックしてない卵が。今のところ最初はさ、この4種類しか、開けられなかったけど、どんどん2、3、4、そして後ろ側、ちょっと見えない、この後ろ側の列も開けられるようになったね。うわ、もうさ、あと8種類以外はもう開放できるんだ。これいくらだ、3300万かな。で1700万、300万。じゃあこの370万円のやつ使ってみようか。 0.2% の確率でなんか角が生えた鬼みたいのが取れるね。じゃあこれ開けてみましょうか。頼む、 0.2% って相当じゃない。いきますよ、ほい。さあ頼む、かっこいいの来い。えい、 なんだその顔なんだその顔、なんか口元めちゃめちゃ気持ち悪かったな。じゃあ次はなんか可愛いペットがいい。なんかこの金ピカピンのペットかっこよくない？じゃあこれ開けてみましょう。さあ500万コイン使います、ほい。おお、可愛い。え、金の鹿めっちゃ可愛いんやけど。ちょっと待ってもうテキピョンの存在忘れてたわ。よっしゃ、2万8000ダイヤあるんでちょっと強化していこうか。やっぱスピードめっちゃ大事だから、スピード上げたいとこだけど、ペットの攻撃力とかダイヤモンドを集める力とかいろいろね、こうあるんだよ、強化できるのが。ペットのスピード上げたりね。ただペットのスピードはまあいいかなってとこで、ダイヤモンドもっと集めたいかな。これをレベル1にして、あとはスピードに上げよう。あ、もう上げらんないわ、ダイヤが足んない。そしたらまあここら辺、このオーブリーチってなんだろう、これ開けてみようか。よし、じゃあこれで、おわー、スピードめっちゃ上がったなこれ。あ、だいぶ速いわこれ、ちょほらもう走る速度がなんかもう頑張ってる人だもん。もうなんかジョギングとかじゃなくて、もう 100m 走レベルで走ってんな。あとね、これやってみたかったんだよ、フューズペッツ。これね、ペットを3個やるとなんか新しいペットになるのかな。じゃあテキピョン強くなるんだ。さあ行ってこい。 OK。 さあどうなる、え、どれになったんだ、え、どれになった今ペット。あ、これスノースキーレル、スノースキレルってなんだ。あ、かわいい、なんかあれかな、雪のリスみたいな感じ。めっちゃかわいいじゃん、見えるこれ。ちょっと動画にしづらいかもしれないけど、ちょっとズームしてみるわ。これかわいくない？ただね、俺のこの虹色のペットがすげえ目立つんだよね。ちょっと一回さ、虹色のペットを失敗したらいなくなっちゃうのかっていうのを知りたいね。もしいなくならないんだったら、この金のかっこいいペットいるじゃん、これ浮いてるやつ、プレストン。プレストン虹色にしたいな。よし、じゃあこのディア開けてみようか。さあ頼む、いなくなりませんように。 13% の確率で、レインボーになります、来い。あー、これ失敗か。あー、失敗した、いなくなってる、俺のペットいなくなってる視聴者さんからもらった大事なペットが。お、さあ2000万コインになりました。1650万コインのところ開けられるぞ。さあ次どんな景色が広がってるのか行ってみよう。レッツゴー。お、急にあったかいここの寒暖差どうなってんだ、ここの雪溶けるだろさすがに。わあ、次5000万コインか、これ集まるかな今回の動画で。まあできる限り上に来て、次のステージやばくない、めっちゃかっこいいんだけど。ちょっと見て、なんかね、めちゃくちゃでかい宝箱があるんだよね。しかもその先いくらだ、200万1000万1億2億5000万コイン必要だ。あそこまでいけたら今回まあだいぶ成功って感じかな。じゃあ頑張るぞ、お金遊び、お金稼ぎ頑張ります私。ちょっとさ、最低なことしていい、確かね、さっきトレードをめちゃくちゃ申し込んできた人がこのスイカさんかな。この人なんか俺が始めたての時にすげえトレード交換申し込んできたから、ちょっとこの人に交換を送ってみよう。そしてめちゃくちゃ弱いペットを送ってあげろ。410レベル、これあげるよ。嘘だろ、嘘でしょ、これくれんの、ちょっと待って待って、もうレベルがもうわかんねえよ俺、これこれくれるかなこれもらえたらもうやばいよ。いや俺そんな持ってないっすよ。640万レベルのやつもらえる。いや、さすがにあの B のやつはもらえないか。あれはちょっと強すぎるもんな。これ今まで使ってた金のペットより4倍強い。6.41M のこの猫ちゃん。うわ、やば。いかつ。俺まだこの動画撮り始めて30分ぐらいしか経ってないからね。30分でこのレベル揃う？絶対一人だったら揃わないよね。お！ 5000 万コインいったわ。
やった、これもさ、さっき交換してもらえたこのめちゃくちゃ強いペットのおかげかな。さあ次アンロックしていこう。いや、このアンロックした先にあるこのでっけえ宝箱、これ開けたいけど時間かかりそうだな。今回この宝箱はせめて開けたい。さあどんぐらいかかる？ 200M 初めて見たよその単語。あ、でも結構、あ、すげえ速度で上がって削ってってる。これいけるぞ。いや、やっぱお前この黒いペットとあとこの金のペットが強えんだな。いやこやばい、このゲームめちゃくちゃぬるいわ。え、待って、なんか新しいペット、なんかペット手に入れたよ。何こいつ、 2.48K 結構強い。俺が自力でゲットしたペットの中では一番強い。え、何ペットって、ペット手に入んのこの宝箱開けると。じゃあまた宝箱開けたら新しいペットもらえるかな。え、そんなことが。ちょ、もう一回開けてみよう。おお、これで新しいペット手に入れたかな。あ、ペット手に入んないわ。じゃあこれ結構運いいんじゃない、このテディくん。めっちゃ可愛いもん。てかさ、俺今いくら持ってんの。もう自分がいくら持ってるかわかんねえわ。これいけるのかな。さすがにいけない。はい、いけちょっと待ってちょっと予想外のこと起きて咳出ちゃったわ。え、これさ、え、ファンタジーワールドって何？いけるの？え？死ぬだろ死ぬだろ今の。あ、見て、なんか新しいコイン手に入れた。1000コイン。これで、さっきほらこれ、これを集めることによって、なんかさっきさ、この金のコインじゃない、ほらほらこれ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 、この銀のコインみたいのが必要なところあったじゃん。今度はこれが必要なんだ。やばい、新しい冒険の道が今開かれた。はい、というわけで今回は、この辺にしておきましょう。いやー、これはね、視聴者さんのおかげで、ここまで来ることができました。多分ね、視聴者がいなかったら、テキピョン、あのレベル1のテキピョン未だに使ってると思います。というわけでね、まあ今後もしかしたらこの続きをね、ペットシミュレーター X の続きをやっていくかもしれないので、チャンネル登録、そしてこの動画に高評価、グッドボタンをよろしくお願いいたします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。なんかまたあるよ。これ何に使う？じゃあこのさっき手に入れたドラゴンをエンチャントしてみよう。テディ強くなれ。あ、これ普通にレベルが上がるんだ。そしたらさ、このサイバーフォックス 6.41M からどんぐらい強くなんだろう。さあ開けてみよう。いや全然上がんねえ。